はい、お疲れ様でした。乾杯。ねえねえ。さあ、イベント終わりまして、たった今と言いますか、まあ、数時間前ですけども、はい、今我々は打ち上げ会場が、はい、すげえなんかちゃんとしてるところで収録していいのって思ってるんですけど、許可取ってますから取ってるでしょうけども、なんかだって分けありっぽい人がしゃぶしゃぶってます。ちょっとそれは触れづらいですけど、中野坂上の野菜とさんという和食の料亭でございます。そう、すごいいいところで、そうだからちょっと大きい声でなんかね、くだらないことも喋れない感じ。いやいや、喋れます。俺実は一回来たことあるんですよ。あ、本当ですか。全然別で一回来たことあって、その時はなんかね、焼いたけど生成分がまだありますよのお肉をピンク色のお塩をちょっとかけて食うやつみたいなやつ、いいやつだ。そういうのね、な、何枚、数枚、数枚しかないけどもみたいなぐらいの、いいやつ、いいやつ、いいやつを言うと、ここいいやつ、ここいいやつです。だからここの親父がなんかね、親父がすげえいいやつ、野菜をドンって置かれたら、ジャイアンツが負けた時だけ機嫌が悪い。野菜をドンって置かれたら、母バーニャカウダだな、うん、己バーニャカウダ、うん、出たな、バーニャカウダ、今日こそは貴様らを、って思ってたんですけど、そっちがいいやつなんのかよく分かんない。ドンって置かれたのが、これあのバーニャカウダの油の乗ったなんかニンニク味噌みたいなんじゃなくて、うん、何これ、肉味噌です。肉味噌、肉味噌、甘い肉味噌で、ちょっと食ったことない感じで、だからバーニャカウダじゃないみたいな。でね、今のところ我々が言えるのはね、それだけです。なぜならこの野菜しかまだ来てないから。これから来ます。腹減ってんだよ。だから BG10 だってみんな聞きたいでしょうよ。10あんの？いや、今日焼肉じゃないです。何？今日 BG10 出ないの？多分しゃぶしゃぶですね。じゃあどうするの？しゃぶしゃぶ。え、俺どっちのしゃぶしゃぶ？みんながよく知ってるところのしゃぶしゃぶか、俺が小さい頃にこれがしゃぶしゃぶって言うんだよって言われて出された卵かけご飯の。これをしゃぶしゃぶって食べるんだよみんなって言って、へーって言って食べてたやつ。だってそれしゃぶしゃぶって基本しなくないですか？そうだよ。あ、おいしんぼで貝原ユーザーは何に怒ってたのかよく分かんない。日本人は肉の食い方が分かってないなっつって卵をかけご飯食ってたの。騙されたってなる。俺よく食に対して母親によく騙されてたので、なんか今日はご飯早いなと思って6時ぐらいにお蕎麦出されて、食べ終わって8時ぐらいに、はい、お寿司行くよって言われて、騙された埋められた、いいよ、騙されたってよく行かなきゃいいのに、お寿司じゃね、ね、確かに、そう、なぜ行くか、多分なんかその時に日本舞踊やってた時だから、なんかこう東京から先生がいらっしゃったから一緒に食べに行こうとか、そういうのがあったのかもしれないですね。うちはね、昔ね、すき焼きがうまいまずい問題で離婚しかけましたから。一回本当に、ちょっと多くは語れないんですけども。なるほど。でもそれで離婚してたらね、鷲崎さんも僕とユーマンの側の人間になる。うん、ね、あんまりそこら辺ね、バラエティのラジオでいじりづらい。なるほどなるほど。なんでそんな前向きなんですか。イベントにね、来てくださった方はみんな分かってると思う。そうなんですよね。そう、イベントの方に学園祭学園さん、はい、手伝っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。学園祭学園出させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう2幕からもう歌のコーナーみたいになって、そうそうそう、どんちょうが開いたらセンターにユーマ。プレッシャーあったらないですよ。楽屋でおえ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 。鷲崎浅沼の思春期が終わりませんのイベントの2部開幕と同時に俺が歌ってるっていう、うん、そうね、あのミラーボールの光を全身にまとめる。なかなかミラーボールの中を歌うことなんて。非常に楽しくやらせていただけはしましたけれども。そしてユーマンを挟んで僕と鷲崎さんがまるで LL ブラザーズのように手を前で組み下を向く。
前回もあの水木さんの曲をやらせてもらった時にチュルパヤでお二人がこう、はい、なんかトラボルタポーズ的なやつをしてるんで、はいはい、それ越しにドンチョウが上がっていく背中を見るというですね、僕らしか見れてない風景が見れてるので、今回もね LL ブラザーズの背中を見させて非常に貴重な体験をさせていただきました。しかも今回ね俺と市川くんが仲間だってことが分かったんだよね。家族関係をさポップにいじるんじゃないよ。いじりづらいって言いながらだって俺たちは普通だもんね。ちょっと待って、じゃあでもこっちの方が今与党ですからね。そうなんだよね。浅沼さんと青木と、安倍くんに関してはまあ片親なので言っちゃった言っちゃったお前はあれだろ、こっちはペアレンツだけどそっちペアレントだろ。さあまた頭にペアってついてるのが嫌だ。そうなの、これがね残酷、うん、大丈夫ですよ。すくすく40まで。楽屋で不死ですか母子ですかっていう。そうだよね。あ、そうなんですか。あ、不死なんですね。そっちは不死なんだ。へえ。どっちか欠けてる前提で話を進めるんじゃない。そんなこと言われてもね。両方いる方が触れづらくなっちゃう。そうだよ。あ、揃ってる。あ、珍しいですね。ダセえ、お前揃ってんのかよ、ダセそしたらなんでうち揃ってんだろうって言い出しましたからね。ひどい。ファミリーコンプリートだ。そんなことないですからね。そうないっすか。いやでもね、思春期ソングもそう初披露させていただいて。そうなんですよ、皆さん、ね、ツイッターなんかでもうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれど、はい、いやいい曲、そういい曲、そうですよ、これが、ね、いい曲になっちゃうんだ、あのね、歌詞をねいずれまたどっかでね読んでいただきたいと思うんですけれども、ね、初めてだから曲の依頼を受けまして、うん、作りまして、はい、聴かせましてプロデューサー等々に、はい、ただなんか微妙な顔されて、まあ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 、いや、あれね、微妙なんじゃなくて、こんなの出来上がってきたぞっていう。そうなんですよね。もったいなくないから、こうさ。そうなんです。もったいなくないですかって。これ、大丈夫ですか、この番組で使っちゃって大丈夫ですか、あのやつでしたからね。うん、完全に。そうなんですよ。で、お客さんも、あの初披露した時に、なんだろう、キャーみたいな、わははははみたいな感じでもなく、なんかみんな、はーそう、そう、手拍子なんか若干減ってましたもんね、後半。手拍子若干減ってましたよ。感動した感動したってなんかねみんな書いてくれて、うん、嬉しいですね。乗ってわーっていう感じじゃ今回はなかったので、うんうん、そこの部分をねすごく袖で感じてました。いやーでも嬉しかったですね。ねえ、だからこれがレコーディングいつどういう風にされるのか分かんないけど、うんうん、まあされると思いますので。そうですね、うん、進めていこうという、そう、皆さんだからでございます。手元にね、うん、はい、届くのを待っていただければと思いますですね。これから進行して、はい、ちょっとやっとなんかあれじゃないですか、何その動き出してる感が、なんかやっとちゃんと物作って売ってるよね。いやちゃんと机だって机だって本当にあんなに希望者いるとは思わなかったんだけど、そう、うん、だってじゃんけんしたじゃないですか、はい、ジリさんが強すぎて2度も全滅させ、そう、前に番組でも説明しましたけども、その学校で使ってる、教室で使ってる、うん、机ね、机、あの机に落書きしたり彫刻刀でいろいろ彫ったりしたやつ、もう、はい、一点物ですよ。それをこう集ったんですよね、買いたい人って。そうで、じゃんけん大会をしたんですけれども、で、まあ、僕と鷲崎さん交代交代でやってて、ちょっとずつ減ってって、ラスト2人ってなった瞬間に、じゃあジリさんお願いします。そうですね、最初の2人は浅沼さんにも鷲崎さんにも勝ったんです。そうです、2人とも、うん、2人になってから2回生き残ってますね。そう、そしたらで、ここは僕がって言ったらまず2人ともダメで、はい、じゃあ敗者復活っつって、また新たに全員立って、さっきより増えて増えて、このシステムが若干おかしかった。いやだから仕方ないじゃん、面白かった、ね、聞いたんですよ、そのまあ2万円でね、机と椅子ね、僕らもあんなに希望者がいるとは思わなかったですけども、うん、あの鷲崎さんが500円でも嫌だっていう人って言ったら、うん、それをちょい上回るぐらい手を挙げたんですよ。多かったね。まあでもそうだと思うよ、うん、で、敗者復活の際にはちょっとあのまあ試しにいらないって言った人も何人かこう参加してみて、
やばい、私どんどん勝っちゃってる勝っちゃってるっていうスリルを味わってもいいよって言ったら何人か参加したので2回目の時にはズザーッと増えたんですよ。でも結局2回目の時も最後の最後にまた2人か3人残って、そう2人になった、2人になって、ま、でジリさん、はい、もう一度だもう一回やって、うん、また勝っちゃった。じゃんけんジェノサイド。あの絶望感、あいつが出てきた時の絶望感。最初はグーじゃんけんザラキって言ったみたいな。死の字だね。ずるいぞあれっつって、いやもはや誰のものにもならないのかなと思ってたんですけど、あんなに盛り上がると思わなかった、ね、最終的にちょっとまあ一人ね、うん、そうですね、あんまり欲しくなさそうな人に当たる、そうあんまり欲しくなさそうな人に当たりました。そしたらね、あのよくよく聞いたら一緒に来た友達が欲しがっていて私が勝っちゃったって言って、うん、そうそうそう、いやね、あの実は会場の中に、まあ、いろんな遠方の、ね、お客様がいたんですけども、はい、タイからいらっしゃってる、ああいらっしゃいましたね、そうですね、結構勝ち上がったんですよね。そうなんです。そしてそのたんびにテップちゃんの顔色がどんどん白くなっていく。そう、なぜかというと送料が、そうですね、今回送料を、はい、こちらの方で番組の方でも出していただくという形で、これタイとなると割とな。そうなんです、これもう原価割れとかっていう話じゃなくなっちゃうんですよ ね、 すよね。おな、赤マジかっていう風になっちゃうので、そう大変だった。ちょっと申し訳ないですけど、だいぶ安心しました。これに関しては本当に申し訳ないです、ね、でも俺は応援してましたよ、そうです、ね、タイからは。いや面白さで言ったら絶対そうなんですよね、うん、でもちょっとやっぱりね、はい、なるほど、ね、これに関しては本当に申し訳ないです、まあ、ていうかまあこれに関してというかこれに関してもですよ、はい、うん、右から左へ物を運ぶ間に落書きをしただけのものじゃないですかあれ。そうですね。ね、正直そうですね、そうです、物を作ってない、うん、ね、うん、やっとですよ、だから曲で、そうですね、そうですね、覚えてますか今日の他の物販。何でしたっけ、トートバッグ、はい、2000円です。はい、はい、ステージ上で生まれた名言を、そうそうそう、書いて書いて書き殴って、ここにしかない、もう今日このイベントに参加した人にしかもう、うん、ね、そうですね、手に入らないという思い出の品とか、これ以上思い出の品ないよと、ないよと、うん、いうやつですけれども、20人にね、はい、ステージ上20名限定でペンで、ペンでトートバッグに、トートバッグに落書きをし、何でしたっけ、今宵のアヒージョは油に飢えておるわから始まったんですよ、ね、から始まりましたから、そうですね、もうねイベント見てない人には何のこと、何のことやらですよね。アヒージョがそんなに話題を持ってったの、うん、しかもどんなものを売りますよっていうことがよく分かんないまま先に2000円はいただいてるで。そうなんですよ、先払いで、そうなんです、何の文字が書かれるか分かりません、分かりません、名言としか歌ってないという、これはちょっとね、今日はテンションで皆さん持って帰りましたけども、まあ、まあ僕がそうですね、自信を持っておすすめしたいのを選ぶとするならば1個、命は平等っていう。そうです、あれはもうデザイン化されてましたね、文字が唯一ちゃんとメッセージが、ね、命は平等って書いたトートバッグをどこに持っていくかですけれども、そうですね、うん、あの名言を言ってる時の浅沼さんジャンプをしながらだったんですけど結構揺れてましたから僕袖であの座ってたというか待機してたんですけど、だん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 ってなってました、ね、最も言いたかったことなんですよね。そうですね、今日一のメッセージ性がテーマみたいなとこありますからね。命は平等、命は平等。あと何でしたっけ、ヤンキーにもいいやつはいるでしょ。ヤンキーにもいいやつはいるよっていうメッセージ性強かったですよね。そうですね、今日はちょっと、かと思えばウッドストックみたいでしたね。かと思えばどうせヤンキーが好きなんでしょっていうねえ、対になるものがね、そう、なんかどっか街でばったり出会ってほしいですね。そうですね、その2つ思った。交換してほしいですよね。そしてまさかのまあ感想でね、なんか書いてくださったらしいんですけど、私が公開処刑みたいに、ね、うん、いじられたっていう方がいらっしゃって、はいはい、まあ胸のサイズの話みたいなのになったんですよ。私服着てるとそんなに大きく見えないんですけど、うん、実は結構お胸が大きいですみたいなアンケートが、はいはい、なんかクイズだったんですよね。そう、果たしてどんぐらいあるでしょうみたいなクイズで、まあその子が自分で書いたからなんですけど、うん、で誰ですかっつって、そうそうそう、立っていただいて、
それで僕こう A B C D とか数字とかのメカニズムがいまいち分かってないんで、分かんないっつって D ですかって言ったら、まあ、結果 E だった。E だった。で数字もね言ってくださって、そしてからはもう断るごとにやっぱまあおっぱいの話になるじゃん。なりますなりますなりますよ。まあ、感想にあの。大勢の前でおっぱいをいじられたというものすごく語弊があるようなね、うん、まあそれを勘違いして次回の思春期イベントものすごい応募が殺到したらどうしよう。そうですよね、おっぱいがいじれるらしいぞみたいなことになったらね、えらいことです。勘違いしないでほしいのはもう彼女にはとてもそう申し訳ないというか、まあ恥ずかしい、ね、うん、目に合わせたかもしれませんけども、別に彼女の存在がなかったとしても、うん、おっぱいはいじってましたよと。イベントの特性上ですよ。そうですね、特性上、番組の特性上ですよ、はい。おっぱいの話はしてたと思いますよ。これは。うんうん、そうなりますよね、うん。いろんな方いたね。でもいましたね。なんか、まあ、もちろんタイから来た方もいらっしゃいましたし、ね、男女比がね。すごいですよ。やっぱり60、40で男性が60、女性が40、うん、ぐらいだと思う。64だと思う。10代、20代、30代、40代、50代までいたっていう、うん、すごいね。本当に一部しか笑わないことがありましたね。なんか言ったらそこだけ笑ってるみたいな。うん、なかったね。なんすかね、うん、だから10代の子にしてみたら、まあまあ普段の通常放送でもそうだと思うんですけど、うん、なんか筋肉マンだったりそういう話は分からないとか、うん、ただ逆に言うと50代にも分からないことも言ってましたからね、うん、ね、ブギーバックを、あ、そうだ、歌わせていただいたんですけども、まあそれはあの前回の、奈々様が、同日に別の場所でライブをしてたから奈々様を歌ったように、今回も小川賢治さんが同日に別の場所でやってたからブギーバックからスタートさせていただいたんですけれども、うん、加藤ミリアと清水翔太みたいな話をした時、やっぱり50代の方はうんってなってたと思うんですよ、うん、なるほどなるほど、ね、ただもうここで僕今ちょっと発言しますけど、うん、まあ正直僕もキョトンとしてましたよ。ウップスウップス出た。あ、そうですか。多分歌っってたんだろうなぐらいです。うんうんうん。僕よく分かる。でもハルカリは分かってましたよね。ハルカリは分かる。好きだから。もうそうなっちゃうんだ。やったって言ってますよね。やったハルカだって言ってましたね。だって今加藤ミリアって言ってますけど、俺頭の中では加藤ローサさん。これマジで。あんまりよく分かってないです実は。あ、そうだったんですね、うん。そういう人がいるんだ。いやいますいます。加藤。ミリアさん、だからユーマンが小沢健二さんであり加藤ミリアさんだったということです、はい、そうですね、皆様、小沢さんと浅沼さんがお二人に合わせて清水翔太さん、うん、そうです、僕翔太を担当しました。清水を、あれ清水ですか、清水、あれ舞台上では違ったのに、あ、そうです、僕が翔太ですよ、あ、あなたが清水ですよ、そっか、俺、あ、清水の押し付けされてるんだね。じゃあ僕、春風亭の方でいいですか。清水翔太さんと、春風亭翔太さんと、加藤ミリアさん。邪魔、翔太邪魔。春風亭の方、完全に破れてますからね。ラップがちょっとした人情話になってる可能性ありますからね。いやでも楽しかった。いやね、3時間ぐらいやってたけど、あっという間、本当あっという間だった、うん、あっという間でしたね、うんうん、なんかアンケートとかも取っていろいろ読ませていただいたんですけども、うん、まあ当日読めなかったものもいっぱいありまして、うん、なんかちょいちょい挟んでたから割とこんな余ってるんですよ。あ、そう、なんか全然読めなくて、はい、なんかこう喋りすぎで今読みます。あ、なんかあったらいいのあったらね、読んでみましょうよ。思春期ソングのコーナーも何曲かはやらせていただいたんですけれども、うん、一曲一曲間にトークを挟むんで、そうなんです。あれ何曲ぐらいやりました？俺何回ぐらい？3つ、うん。え、俺3回しかカーンってやってないの？そうです。そう。あれ何でした？それも言ってくださいよ。何でした？何でした？
楽器の名前。ビルボード。ビルボードチャート。トップ40。ビルボードチャート。ビルボードチャートトップ40をやりましたね。はい。その楽器を。長え。長えじゃない俺ツッコミが。打ち鳴らさせていただきましたけど。ビブラスラップ。ああそうビブラスラップ。カーってやつをやらせていただいて。いやーやれ皆さんがねビブラスラップの才能があるって。いや難しいんですよあれ。僕を持ち上げるもんだから。いやでもお客さんすげえ笑ってましたよ。何だったんですか使い方違った。いや顔顔のことは言うなよ。面白いとこでなちゃんと。あ面白いとこでちゃんと鳴らしたから。なるほどなるほど。完璧だった。そう完璧だったってことよ。顔って顔顔もか顔か。やってみたらこんな才能があったなんてっていろんなね、うん、今日人にあるじゃないですか。はい。でも今まで出会わなかったわけじゃないですかビブラスさん。そうですね。そうあれは楽しかったで、大石さんからいただいたんですよ、うんはい、歌詞を。大石さんもこの番組をちょいちょい聞いてくださってるんですよ。なんで読んでますか。で、あのイベントの時には、まあ、そんな時間のあれもあり、うん、あの、うん、なんかその時にこう読むあれじゃないなと思って、まあ、ボツにさせていただいたんですけど、こう来てくださったお客さんが、うん、大石さんにどうやらチクったみたいな。そうなんですよね、うん、そういうことすぐするなあいつらは。いやいいんですよ、うん、いいんですけど、まあその来てくださったお客さんも楽しんでくださって僕と大石さんがこう仲いいっていうのもねご存知のお客さんなんでいいんですけど、うん、この番組も知らない僕と大石さんの関係性も知らない大石さんファンが見たら浅沼何してくれてんだと、うん、ミュージシャンの書いた詩を、うん、面白くないからボツって、うん、お前何を言うとるんじゃってねなるかもしれない。なるかもしれないので、うん、今ちょっと読ませていただきますね。え、マジで？そのボツってやつでしょうね。はい。で今ギターもないから、うん、朗読です。そうですね。でも朗読だとあれかちょっと分が悪いか。ちょっと鷲崎さんアカペラになりますけど歌っていただいてもいいですか？マジですか？はい。読ませていただきます。はい。権利の問題飛び越えて嬉し恥ずかしの初投稿思い出作りをさせてよと事務所説得じゃじゃじゃんこんな感じじゃんひどい。いや今のはこれ含めてここのくだり含めて浅野さんは責められてなんでよ人が悪いもんね。なんでよ読んだじゃんよ。違うんです。でも滑らそうとしてる。違うもん。でも大石さんは逆にこう思春期リスナーだから、うん、ここで送ってくれたことをボツにされるのが逆にこれは嬉しいと、うんうん、嬉しい。ほっこりしたっていうほっこりしたっていうラインが来ましたよ。せっかくほっこりしてたのにオンエアでいじり直すド S もいいとこです。いやでも大井さんはきっとね次も送ってくるはずです。本当ですか、もうあのコーナーは終わっちゃいましたけど。そうなんですよね、うん、ただまあこの先ねデプちゃんイベントはやりたいですね。考えてらっしゃる。やりたいです。まあ小屋がやりたいです。小屋があればいいですね。そうですね。小屋問題だったりいろいろとあったりするので。梅干しが入った、はい、梅干しが入りました。梅干し梅の成分が出ますか。梅の成分が出ます。旨味成分。同じ意味です。同じ意味です。梅の旨味成分です、ね。今お鍋に、梅干しが投入されましたね。お出汁が入った感じです。これお出汁ですか。出汁でしょう。ほうじ茶かと。麦茶じゃないです。麦茶じゃないです。麦茶でもほうじ茶でもない。お茶ではない。あいい匂い。へえ、梅干し入れるんだ。これは BG10 じゃなくなりますよね。そうですね。BG グッズ。これつけて。BG グッズグッズ。BG グッズグッズ。BGG になる。BGG ですね。BG グッズグッズ。さあ今聞こえましたか今。点火されたところの音。だからここからはもうあれですよ。飯の話しかしません。ごめんなさいね大石さん。飯に負けた。いやでも大井さん本当によく聞いてくださってるんで。そうなんですね。俺まだ楽しみ方がちゃんと分かってる。お会いしたことがなくて。あ、そうなんですか、うん、ちゃんとお会いしたいなと思ってるぐらいなんですけど。いやだけどもちろんねなんかこうそういう曲をリリースするとかっていうことじゃなくて、うん、本当に僕だけが
得られる贅沢な時間というだけのことで、はいはい、鷲崎さんと大石さんのこうアコースティックのこうセッション、いやいやいや、大石さんアホみたいにうまいですよ。でも信じられないぐらいうまいですよ、あの人。鷲崎さんもアホみたいにうまいじゃん。いやいや、俺はその大石さんに比べたら全然賢い賢い。あの人がアホやとしたら、あの人がギターバカだとしたら、俺はもう全然賢い。ちょっとそのアンクションわかんない。クラスで上の方なぐらい。ギター賢い。ギター賢い。あの人がギターバカ。ギターバカ。ユーマンは？あいつはね、すげえ下手。ギター優等生。そう。進学校で進学校。そう。ギターバカが一番いい言葉だとしたら、もうギター優等生。マサチューセッツギター大学ですギター進学クラスです。俺から見たらみんな7人のギター超人ですけどね。全然全然全然です。マジか。しかも 7人の悪魔超人の中にも序列があるし。そうか。相当。ユーマンはじゃあバッファローマンではない。全然バッファローマンではない。全然ないです。全然ないです。へえ。ステカセ。ステカセでも一点突破で強い技術持ってますからね。うん、そうなの。できない人から撮ってみたらみんな上手くないですか。みんな上手いですよ。これがねとんでもないんです、大石さんって。確かに大石さんなんかあのギターを弾きながらギターをパーカッションにも使いますからね。そうそう。コロカカコロカカ叩いて、こんな長いことギター弾いてるけどどうやってるのか全然分かんないこといっぱいやってますへえ。ギタードア法甲子園です。見てみたい。あ、そうですか。それに比べたらもうギターに関しては全然超賢い。メガネを。声が分かりづらかったと思う。いや、序列が真逆の例えなんですげえ理解がしにくいんです。皆さんメガネかけてるから分かりづらいですけど、うん、そうなんですね。そうなんです。そうなんです。はあ。全然、ギター大学院でそれなんで。もういろいろ学校が変わるから分かんない。落ち着いて。だから親が転勤族みたいになっちゃってる。だから大石さんがギター中卒だとしたら。それも今新しく出したじゃん。一ところに落ち着いてください。評価の仕方が難しいんだよな。褒めてるのにけなしてるみたいに聞こえる言い方。これ面白いの。ちょっと他の番組で使ってたらごめんなさい。ちょっと気に入っちゃったんで俺他番組でも使うかもしれない。ごめんなさい。バカを1位とする。でも使っちゃってたらね、あれですけど、やっぱりイベントの最後でも言いましたけど、僕ら喋ってること全然覚えてないっていう。そう、うん、何も覚えてないの。グッズもトートバッグその場で名言をね、名言を書くっていうのもみんなの方が全然覚えてる。そう、俺ら何言ったっけみたいな。もともとね最初から忘れるからジリさんにメモっといてくれってお願いしたんですけど、はいはいはい、それ以上も僕も抑えてないところをお客さんは知ってるかな。んか、そんな一瞬言ったところ拾ってんだみたいなのもありましたよ、ね。あった。セリみたいに言ってましたもんね、名言。うん、そうそうそう。証券何取引所だったの。名言取引所が。名言取引所。アヘージャーみたいなことになってましたもんね。へえ。ユーマンがこう刺さった名言。さっきと被っちゃって申し訳ないですけど、まあ、命は平等だよがすごい面白い。命は平等。なぜそうなったか覚えてます、ご本人たち。俺覚えてるよ。あ、俺も覚えてる。レーンの話。そう。会場が何でしょうね、縦にこう3つ分かれてて、たまたま 3レーンみたいになってね、はい、で舞台の下手側のグループに、はいはい、結構面白い人たちが固まってたんですよね。キャラの濃い人たち。フォーマルって言ったことでいろんな、ね、服を着てくださった方いっぱいいたんですけど、スーツの方も多くてね、暑いのにありがとうございます。セーラー服を着てきた、ね、可愛らしい女子2人、はい、ですけれども、はい、こう近づいていったら、はい、あれって鷲崎さんが言ってないですよ。あーんと言ってないですよ。で平成生まれみたいなの聞いたんですよね。そしたら昭和と平成がそう並んで、忘れてた一言目にお店っぽいって言いました。そうです、僕が言ったのはお店っぽい。それで年号を聞いたんですよね。そうですそうです、うん、そしたら昭和の方と平成の方が並ばれてらっしゃって、うん、ね、なんでも可愛らしかったですよ。なんかあと大賞券
って呼び続けてたからもう本当につけ麺のイメージしかないんですけど、あれはね、マッサージができる人なんですけど、あ、そうだそうだそうだ、でもマッサージ師っていうより大正拳っぽいよねって話をしてそうだそうだ、で大正拳ってあたりがもう最終的についちゃった大正拳の方終演後に大正拳ってつけられたわーいみたいなツイートをしてました大正拳の人はいや、あの名前ちょっと分かんないですけど、別に名前あと大正拳でやってます、別に俺たちがのれん分けしたわけじゃないあ、それ、あ、その人なんですね。僕なんか急に大正拳の人からフォローした。大正拳急にね、大正拳。いや、その人です。なんで、このイベントやったら大正拳からフォローされたのかと。イベント中に急に。あと、それこそタイからいらっしゃった方もそのレーンでしたしね。そう、なんかね、そう。キャラクターが濃かったですね。で、なんか、このレーンやばいな、みたいな。ことを言ってた中で、まあ、鷲崎さんが言った、はい、あのボケに対して僕が言ったことが、はい、命は平等だよ、なんて言ったんだよね俺ね、これはまあオンエアでは伏せておきます、ね、伏せておきますけども、ね、だからあのどうせ言ったってカットだよこんな、うん、会場にいた方も、まあ、ないないでお願いいたしますね命は平等だよってこんな美しい言葉であんな笑い起きてるところ、ね、正しいこと正しいことを言ってこんなに笑われることあるんだとあいやでも覚えてないけどもなんかすげえ笑ったっていうお客さんがいてもそれはそれでね、いやもうそれが一番いいことですよ、うん、それが一番嬉しい、そう嬉しいですよ、言った喋った方も覚えてない、うん、聞いた方も覚えてない、うん、誰も覚えてないっていう、うん、やったことも定かじゃない中身があって楽しいなんて当たり前じゃないですか、うん、こっちからなくてやってんだよ、そうだそうだそうだないとこで勝負してんだから、そうだ冷蔵庫に残り物がない中でチャーハン作ったんだ気分こしか入ってない入れちゃダメだよそれはダメカスタードの入ってないシューが美味しかったら驚異的ですもんね、そうですよねすごいことですよ、パリパリうまい、うまいな、ユーマンはユーマンはうまい、ユーマンはうまいマンだな新しい不名誉のあだ名うまいマン人の嫌なとこついていきますねなんでよ、そんなことないじゃん僕はもう尊敬、リスペクトの念を持ってユーマンって呼んでる、何になったんでしたけど、前うまいマン、たとえうまいマン恥ずかしいよ羨ましいよ、でもだってユーマンはそれこそ夢を叶えてこうっていう番組じゃないですか、この思春期って、そうでしたっけ立ち戻ってそうだそうだ、王脚の彼方に、そう、もともとそうだ、もともと子供の頃に叶えられなかった、最初の設定だもんだって、そう、キャッツアイの愛ちゃんがメカの達人みたいなもう中盤以降は使われてない設定だもん、それあの筋肉マン巨大化して怪獣と戦うっていう、ビームも出すしね手で飛ぶし、なんかその子供の頃ね叶えられなかった夢を、うん、大人になった今どうにかしていろんな人の助けを借りながら叶えられないかみたいなことが初っ端だったんです、うんうん、そうですそうですそうです、もともとねユーマンはだってね、もともと鷲崎さんのファンで、そうですね、高校時代からずっと一番好きな人であった鷲崎さんと今一緒にラジオをやらせていただいて、夢叶えた側の人間の、そして大好きな小沢健二の歌を歌いたいそ, それも好きですけど、明日見に行きますけど、そう、大好きなのに今日のライブを蹴ってチケット取ってたのにね、チケット1枚無駄にしてしまいました、ごめんなさいね、ごめんなさいね、いや非常に貴重な体験をさせていただきました、で小沢健二より先にブギーバックを歌っちゃう、多分知らねえけど、そうそう多分歌わねえと思うけどもね、サプライズでゲストにスチャダラパーですっていうことがない限り、ね、いや本当ね、会場さんもあのすごく、うん、あの温かいというかやりやすいというか理解があって、割とイベント番組でイベント打つにはさ、そこそこ少数スタッフで行ってるよねね、うん、もうちょっといるよね普通なんかやることが全然ないから、うん、おとりはしかしてないですよね、リハも。そうですね。なんか中身リハも別にやることも何もトークしかやらないからと思って、うん、で本番始まって本番終わる頃にうっかり終わり方の練習してねえよ。
尊重が下がってくるかなと。あれどうやって終わるんだったっけ思ってたら普通に下手に歩いてはけるここやってねえよあっちあっちみたいな、ね、ライブパート終わって学園祭学園どうするのかも決まってねえやと思ってなんか場当たり的でしたね、うん、いや全然全然いい、うん、まあでもなんかお客さんが楽しんでくれたことが一番ですしそのユーマンが夢を叶えてる瞬間に皆さん立ち会えてるそうですね、うん、なんか一人の男の人生が変わっていってる瞬間を見てるわけですか、うん、無理やりいい話成分に無理やりいい話成分の出汁に使うのやめてもらっていいですか今ねこの出汁の中でね梅干しの成分が出てるように出てるようにあ普通に例えたな俺ダメだな普通の例え嫌いだからうまいマンうまいマンにはうまいマンにはまだ程遠いですようまいマンだったらどう例える最低見る見る恥をかかされるあんなに頑張って演奏も頑張ってうまい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 熱いあっおいしいうまい食べ始め急に食べ始めましたねあそうアンケートもねいっぱいあったんですけども、うん、こんな面白いのあったの読めなかったイタリアメガネさん私の特技は何でしょうここもご自分の出すクイズ私の特技は何でしょう答えもう急に答えですけどサッカーイタリア代表が好きすぎて国歌が歌えるああすげえね美味しいご飯は美味しいさんからいただきました真理ですね今日このイベントに来るために会社を休みました、はい、その言い訳は何でしょう答え、はい、気分が乗らないからダメだろ絶対怒られる社長だった絶対怒られるよあとね、うん、このアンケート皆さん会場にね来られなかった方どんな項目があったかっていうとうちのおじいちゃん、はい、おばあちゃんはすごいんです、はい、あとあなた個人のクイズと回答を教えてください、うん、あと思春期好きだった子ランキングあの中学生の時に好きだった人のスペックを教えてください、はいと真夏のバカ野郎海に向かってバカ野郎と叫びたくなるような夏の思い出を教えてくださいなんですけどもいやー思春期好きだった子ランキングのなんか男と女のなんかこのアンケートの回答の違いが面白かったですいやでもリアル、うん、女の子ってちょっと変な子でも全然好きになってるんですよ、うん、男の子って大体可愛いとか結構直球なんですけど女の子ってえそこがっていうことを書いてるのが結構多かったちょっと性格も悪かったんですがとかってそうそうそうでね男のこのねやっぱりこう思春期感すごいですよねちょっと自分に優しくするとすぐ好きになるっていううんそりゃそうだ、うん、そういうのが多くて微笑ましい可愛いなねあの女子の方やっぱりおっぱいのこと書く人多いですねなんで思春期のイベントって自らセクハラされに行くようなことを書くんですか貧乳のエリカちゃん、はい、もうだってペンネームでこうですもん私は何買ったでしょうってクイズでも貧乳なんだもんな答え見栄を張って D カップええ見栄を張って D カップなのに貧乳って言うんですかもうほらわかんないんですよ俺ちっちゃい時これもね前に話しましたけどちっちゃい時って、うん、Cカップって胸が大きい人のことでしたよねでしたよ、うん、俺もちっちゃい時漫画とかで、西田クイズこちらバーゲンセール会場に間違えて入りそうになったさん男性の方でございますああ当日ね、はい、バーゲンも別のとこでやってたんでそっちに行っちゃったんだ、高校のバレンタインチョコをもらえない男子がかわいそうなどという偽善女子によるクラス全員の机の中にチロルチョコ1個が入れられておりましたがその中で唯一チョコが入っていなかった僕は泣いてもよかったのでしょうかというクイズです答えは何か叫びながら走って帰ったような気がします当てられるかすごいねほら女子腐ったマグロさん好きだった人ロバみたいな顔をした滑舌が悪すぎて8割言葉が聞き取れない中島くんが好きだったんだもんね、はあ、あこれいいですよあずき女さん、中学校の時ね、は小学生の時からずっと好きだった人のことが引き続き好きだったんですが、うん、イケメンでとにかく運動神経が良かったサッカー部の渡辺君顔は良かったけど性格は少し悪かったかもしれません、うん、でもなぜか好きでした言い合いばかりしてましたこれ言い合いばかりしてましたがいいですねああもう少女漫画だわねえ
少女漫画だ。あの汗をかきすぎて T シャツにシミができるとか潮を吹くとかっていうのは結構あります。ああ、割とアンケートに書いてますね。それが真夏のバカ野郎ですね。ああなるほどね、うん、汗問題、うん、汗問題、うん、こんな年齢層の違う人たちでねえアンケート取ることなかなかないので、鈴木さん、はい、これはおばあちゃんのですね。おばあちゃんの思い出。自分の友達の前ではワンカップ大関が好きなことをひた隠しにするうちのおばあちゃん歯が弱いくせに小豆バーを家族に内緒でこっそり食べてるの実はみんなにバレてるよかわいい。かわいいです、ね、かわいいな。溶かして食ってるんですかね。みんなちゃんと書いてくれてんな、ね、アンケート回答率が高い。いや、うん、本当に全員書いてくれたんじゃないかぐらいしましたね、うん、すごい枚数でした、ね、割とこんなにしっかり書いてここまでアンケートを回収できることなかなかないですね。そうですね、うん、次から次へと運ばれてきました、ね、いや本当にびっくりしちゃった。小さん困ってましたもん、うん、ああこじらせてんな。琉球アマガエルさん、うんうん、好きだった子何の変哲も特徴もないけど席が隣になった子。あほら男はこれがあるんですよね。女の子じゃないんだろうな。なるほどね。なかなか。なるほど、うん、いいこと言うな。ね、消しゴム取ってくれただけで好きになっちゃうっていう。なるなる。よくあの年をボールペン拾ってくれるなんて俺のこと好きに決まってるでしょ。よく年を取ると子供に戻ってくとか言うじゃないですか。だからもしかしたら僕らもあるかもしれないですね。俺らもう袋ですか。そうかそうだ俺ら袋だ。袋そうだ。だからどんどん子供に戻っていっていいよ。だからねなんかちょっと優しくされたら全然好きになる可能性ありますよね。でかね。でもそれは俺ずっとそうですよ。でも一回こう疑う時期も来るじゃないですか。傷つきたくないですからね。いやいやいや好きなわけない、うん、俺みたいなもん好きなわけない。すげえ学園祭学園食ってんじゃん。めちゃうまいっす、ね、いいな。めっちゃ食ってる。下がってますからねもう。でももう俺ら年寄りだから大体の若い子優しくしてくれるじゃないですか。そうなんだよね。そうなんですよ。介護と恋の区別がつかなくなってくるじゃん。なるほど。いわゆる、ね、そういう施設で介護してくれる人に結婚してくれんかのって言っちゃうおじいちゃん。ああそうです。それに近いものがもうすでにあるわけです。ああ、うん、なるほどね。じゃあどうかな。何どうしたどうしたどうかな。どうかな。僕らを介護する介護しては民家ねっていう。まあだから変な言い方ですけども、そっちの気持ち次第ってことですか。僕らはどっちでもいいって言ってるわけですから。そうな。いいよな。だからユーマンは若さもあるわけですからね。まあつってもおっさんですけどね。もう30ですからね。いやだけどジリさんも若いですもんね。僕35です。うん、誰も若くないっす。いやでもえテップちゃんが26です。若いんだよ。テップちゃん若くして成功した。渋い顔してるね。タイプの。それはどういう渋い顔？座組でずっと一番年下なんですよね、大体。でも一番偉いんだよ。だからそれがもう意味が分からなくて。だから業界年寄りしかいないんだよ、だから。そんなことないです。そんなことあるでしょよ。そんなことないです。それ言えないし、そうですって。だから俺が言うだけでいいじゃん。そういうことだよ。なんだこれやりづらいぞ。なんだこれおかしいな。いやでもあの響きの別担当というかこの番組についてくれてる小沢くんも同い年なんで、うん、26歳です、うん、T シャツにねこう一人こうイケメンが描かれてると思うんですけど、はい、それが小沢くんです。梅干しです。梅干しです。梅干し食べたい。小沢くんの話題2秒で終わって梅干しにシフト。梅干しの出汁が。でもこれ BG グツグツと思ったらグツグツ言わない。そうグツグツも言わないんだよね。グツグツ言わせてみます。いや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 言わないっす。言わないの。ちょっとなんか BG 何かがいるんじゃないの。BG ハフハ。 BG なんですか。BG ハフハ。
ビジハフハフ、そうだそれだ、フーフちゃんとハフハフしてなかった今でもハフハフしたら喋れないからビジっていうかメインですよねああ言えばこういう、いやごめんなさいそういうちょうどいいやつだハフハフできず全然ハフれないハフハフならない、うん、スイスイはい BG スイスイですいやいやスイスイ音になってないですおいしいんだもんだって、うん、あ、おいしいハフハフしなさいよハフハフ人の食いがうるせえなこのために熱々のやつを取ったんじゃないあ、っていうかタイトルコールしてないんでタイトルコールで終わりにしましょうか。そうだ、最後にね、イベントの打ち上げでは毎回、はい、僕らが締めることになってますので、はい、じゃあこれから僕らゆっくりハフハフしたいので締めさせていただきますそうですね、はい、浅沼慎太郎と梶崎武史の思春期が終わりません。教室の隅っこで暗い目でエンドラス校庭の君をじっと声かける勇気もタイミングもない。昨日も今日も慎重にずっと目で追うだけ。今急にアレンジなやつらニューしたら君を守ったヒーローになってなんて思ってして未来の君と僕想像して落ち込んで俺すら気づいてない俺の中のなんかわからん才能にきっと君は気づいて学校中のみんなが見てる前で不意に俺を過ぎて大声叫んで妄想を止まねえ。高な10代も7、20代も通り過ぎ去ってグッバイ青春の1ページで分かったような顔で過去にしてじゃねえの俺。思春期はまだ終わらない、放課後のチャイムはまだ鳴りやめない。 It's alright笑ってないって問題抱えて Every day and night。 さあ、これ聞いていただいているのはですね、イベントの中で歌いました、番組の初のテーマソングとなっておりますね。せっかくだから聞いてもらおうっつってね、思春期は終わらない、借りたい、はい、まあ借りたいと、まあこの梅くんも雲かねちょっとわかんないです、でございますね。なんか緊張したよ割と。そう、鷲崎さんが緊張するなんていうことないからなかなかね、珍しく緊張しました。僕は歌って言うともう大体緊張してるんですけど、そして間違えるんですけど、いやでも楽しかったね。なんだろう、なんか雰囲気もそうなんでしょうけど、その苦手意識っていうのがふっとなくなる、間違っても別にいいやみたいなのがいい意味で、出るライブだったから、皆さんのおかげでもあるので、そうですね、ゆるいということを、どこの番組だって言うけど、うち緩くてうち何でもありですからみたいな番組、もうなんか、もう企画の段階から緩くやっていこうと思いますって書いてあると、ってなっちゃうんですけど、ね、うちの番組何でもありですからって言ってる番組は基本的に何にもないわ。さっさりとどこかに槍をつけ急にエンディングで作らなくてもいい敵を作っていくスタイル。関係者の中でもう脇から血がダクダク出てるやつがいるんでしょうね。思春期が終わってないわけですからこっちは攻撃していきますよ、折り返しなのに血気盛んという。
まあ、こんな感じでね、イベントもまたできたらいいなと思っておりますので、はい、もうね、地方でもやってくださいっていう、そう、関西でやってっていうのがあった、うん、アンケートがあったのでとかね、いろいろといつかどこかでできたら、そうですね、検討して皆さんのスケジュール運動もありますしね、はい、はい、何か皆さんが喜んでいただけるようなことを考えたいと思います、うん、よろしくお願いします。次回の放送がペプちゃん、うん、6月の6月の29日水曜日です。はい、ということです。聞いてください以上、浅沼慎太郎と林崎大志でした。バイバイ。バイバイ。終わらない、ヒューマンセンス持ってると信じ、思春期が終わらない、インテリブった方からまた思春期が終わらない、思春期。